創業115年店内工房のあるジュエリーマームです。ですね、桜川市は真壁のひな祭りで、有名ですが、私ども岩瀬地区でもですね、20数件集まりまして、おもてなしのひな祭りをやります。ということで、私どものマーノの田中屋のひな祭り、これです。こちらですね、私の娘の時代のひな祭り、7段飾りなんですが、今から20年前のお品ですね。こういった秋にですね、うちの祖母の写真、今20歳になった蝶々の写真なんかもね、飾ってあります。貝合わせがあったりしますね。こういったね、ひな祭りを飾っております。そのバックにはですね、幸せの広場ですね、笑顔の広場、私どもで作っていただいたジュエリーのね、似顔絵の写真があったりしました、ね、こういったところをですね、その飲み物のスペースになります、ね、ぜひまた遊びに来てください。